こんにちは。今日は HSK の2級試験の申し込みをしたいと思います。前回は事務所で、マネージャーさんたちに教えてもらいながら申し込みをしまして、1級は無事に試験も受けて合格ということで、現在私は HSK1 級を取得している状態です。でも私の目標は、HSK2 級獲得なので、2月のライブまでに2級の試験を終えて合格っていう結果が出る、受かったらの話なんですけど、のを2月に間に合わせるために、早速12月の HSK2 級試験の申し込みをしていきたいと思います。私はパソコンがすごく苦手で、年に一回開かない時もあるぐらいのパソコンなので、操作などもかなり不安ではございますが、やってみたいと思います。じゃあまず Wi-Fi は繋がっていますので、で、調べ事とかもしたことがない。 HSK、 はい、パスワードはチェック済みです。よくね、ID とか忘れがちなんですけど、アルファベットの大文字ってどうやって打つんだろう、わからん。あー、なんか押しながらだったよね。シフト？あ、正解。ログイン。ログイン。できました。12月3日実施、進めていきたいと思います。今回私が受けるのは、こちらですね。HSK2 級、5060円。試験時間が1級の時よりも15分長くなるんですね。はい、じゃあこちら。朝の9時半から。で、場所が東京。東京は、これか。で、次のステップ。名前こちらで合ってる。顔写真。これがね、スマートフォンではできなかったんです。スマホでは読み込みができない時もあるってのが書いてあったので、パソコンでチャレンジ。だからここから先は、さっきから行けてません。頼むよ。これがいけないともう無理なのよ。パニックになっちゃう。どういうこと？お願い。あー、どうしよう。同じエラーが出ちゃった。わかんないな。写真を変えて、お願いします。どうしよう。どうしようかな。もう一回最初の写真でお願いします。どうしよう。無理じゃん。どうしよう。やばい。わからん。本当にわからん。あ。どうしたらいいの？解像度が合ってないのかな。どうしよう。もう、なんでできないのよ。どうしましょう。いけた。よかったー。よかったー。はい、写真 OK です。じゃあ住所とか入れます。はい。よかったー。はい、完了。はい。めっちゃ大変でした。めっちゃ大変。ということで。無事に申し込みすることができましたので、12月3日に向けて、試験勉強頑張りたいと思います。2月までに結果はわかるので、いい報告ができるように。はい。皆さんも応援よろしくお願いします。ということで、HSK2 級の試験申し込むぞの回でした。